15分から大富豪を始めます。あと30秒ぐらい。よいしょ。こんばんは。大富豪やってます。大富豪で終わりました。またあくび出ちゃった。4分から5分おきにやってるので、4と9がつくときにやってます。あ、また見るの忘れた。あと2分ぐらいかな。コメント書いとこで。あと1分。
今大富豪だよ。ちょっと早めにやる。さっき5時だっけな、5時から6時半まで配信をねしてたんですよ、ショールーム配信。そうしてて、で8時から始めるよって、その間ご飯食べますみたいなこと言ってたけど結局寝ちゃった。そう、だから食べてないんですよ。あーどうしよう、やめよう。うん、寝ちゃった。あ、間違えた、間違えて言い出しちゃった、なんだよ間違えちゃった。いや、お腹空いてるけど、ショールームやってるから食べれない。あ、大富豪で終わりました。なんか軽くさ食べれるものもなんか目の前になくて、配信終わるまで我慢ですね。今12分13分だから、あと1分、あと1分。ルカは大富豪です。うん、ヒロドンって名前でした、ありがとうって、ありがとう。
あとちょっと。けどルカのカードの人いたからよかった。どうしよう、お腹すいた。そう、なんかさ、ちょっとつまめるものもさ、ないんだよ、近くに。あ、我慢。できないのか。どうしよう。大富豪。大富豪で終わりました。あー、向こうにある。大富豪で終わった。今は17分53秒。まああと1分ぐらい？ 19 分からやるよ。1、10、100、1000、万、10万、100万。100万、1000万。次何？これ。1、10、100、1000万。やば、もう始まっちゃう。
全員いるかのカードだ。間違えた、危ない。今真剣に逮捕をやってる。こんばんは。みんなこんばんはって挨拶してくれる。こんばんは。ちょっと大富豪をやっているので、ちょっと前髪が邪魔だな。大富豪をやっているので喋らない時間がたまにあります。すいません。真剣にやってると大富豪になれました。まだまだ大富豪です。次は24分からやります。そうね、大富豪は最初ルール分かんなくてずっとオートでやってたけど、今はもうだいぶルールとか強いカードを分かるようになってきて、うん、割とちゃんとね自分でカード出してる。もうオート使ってない。あと30秒ぐらい。あれ早すぎた。そう、最初の方はね、最初の方はオートだった。
あの大富豪で終われそう。イエーイ、大富豪で終わった。これ大富豪、ずっと大富豪だとさ、よりいいのかな、よりポイントもらえるとかないの。あのポイントシステムがいまいち分かってないんだけど、大富豪だと 1.3 倍になるはず。大富豪で上がった時めっちゃ暇じゃない、終わるまで。で、あるがこのキラキラで遊んでる。次は29分からです。なんかキラキラディズニーみたいでね、よくこうやって遊んでるそれしかやることない。あと20秒ぐらい。どうしよう。
めちゃ黙っちゃう。大富豪で終わった。ちょっと。みんな喋ってて。みんな戻ってきたよ。やばい、あとちょっとで逮捕始まっちゃう。あいしょ。間に合う間に合う。よいしょ。そう、ちょっとお腹が空いちゃって、でもルカはその起きて、これ前も言ったかな、起きて一食目っていうの、起きて一食目は朝ごはんじゃないと生きていけないんですよ。わかるかな、言ってること。だからそのじゃあ今の時間は夜ご飯かもしれないけど、ルカがこの時間に起きたならば、この初めて口にするものは朝ご飯なんですよ。そうだから、まあさすがにちょっと今配信してるからパンとかは、ルカ朝はパン派なんだけど、パンとかはちょっと焼けなかったから、ヨーグルトにしました。まあヨーグルトはね、いつ食べてもなんかもう健康食品みたいな感じだからね、いいかなって。
はちみつもかけて。なんか変な雑誌が出しようかな、これ。なんかこれで出せばいいのか。なんか変な出し方しちゃったな。都落ちさせられます。都落ち、大変目になりました。次39分からね。ヨーグルトうまいな。あとちょっとで始まるよ。やらかした。スタートボタン押せなかった。ヨーグルト食べてたからスタートボタン押せなかった。スタートボタン押さなかった人いる？いないか。ルカちょっとやっとくわ、一人で。分か、時間合わせればよかった。まあでも時間合わせたら次間に合わなくなっちゃうかもだから。うわあ、
次はちゃんと44分からやります。これは富豪になれそう。富豪になりました。ルカ今富豪だよ。危ない、また出遅れるところだった。全員ルカのカード使ってくれてる。これは大富豪になれるぞ。わーい、大富豪になりました。おお、なんか急にかわいいっていうスタンプ届いた。かわいい、かわいいってまだ続いて、かわいいいっぱい届かん。
なんかいろんなのあるんだね、ルガが知らない間に。なんかなんだこれ、水槽金魚とかなんか。これ何、チンアナゴこれ。夏だから、夏関係ないか。大富豪になったので49分、次は あっという間じゃない、もうすぐでゴールデンベッドタイム始まるよ。ああ、また可愛いが。49分から。もうすぐ。あ、大富豪か、大富豪だから。うん、いけた。あぶねえ、間違えた。どうしよう。まさかのマックンと対戦できた。マックン有名人になっとるやん。まだ大富豪で終われる。大富豪で終わったよ。なんかもしかしておしりんおしっていう
なんかスタンプをしてきたるが、あれのさ違いますっていうやつ作りたい違いますって押すやつ作りたい。次もしなんか新しい案求められた時はそれ書いとくわこれ使ってくださいって採用されるように、うん、覚えておこう。次の候補ルカ、これさなんかいつどのタイミングで使われるかとかさ、なんか何に使われるかとか正直分からず書いちゃったからさ、頑張るかっていうやつあるのに次出たやつ今日も一日頑張るかって多分なんか第一第二候補みたいなで第三とかもあって、な多分何も分からず頑張るかで、まあそれが無理だったら今日も一日頑張るからでいいかって思いながら書いたら2つともなんか採用されちゃって、しかも頑張るかあるのに後から今日も一日頑張るかって出てきちゃって、ええー、と思って、もっとちゃんとなんか理解して考えればよかったと思って、後悔してるからもし次考えるときはそう、なんか違いますっていうやつと、あとなんかもう一個ちゃんと使えるもの考えとかないとなと思って、ちょっとだね。ルカちゃんだよって誰かも言ってたのそれ。誰かもなんか作ったらみたいな言ってたの誰だっけ。この汗もさ、雪の汗も欲しいんだよ。ルカむっちゃ好きしか持ってない。あ、むっちゃ好きこの人持ってる。むっちゃ好きって置くとこ。むっちゃ好きって使わないからね。汗の方が絶対使うからそっちが欲しいんだよ。顔いい、どうしよう。いやまあいっか。いや岐阜の花使わんやろ。絶対使わないよ。大富豪で終わりました。
次59分か。おしりははにゃを作るって、はにゃってもうさ、その作る頃にはもうなんかくしゃみ出そう作る頃にはもうなんか過ぎてそう、ブームが。今はみんななんか使うけど、てかなんかルカそのさ、はにゃっていまだになんかまだ分かってない、どこから生まれた言葉なのか。でもなんかみんな使ってるから使おうみたいな感じ。あと1分ぐらい。もう始まるね。間違えた。危ない。めちゃめちゃ早めにスタートしちゃった。おお、また可愛い飛んできた。広里がずっと可愛いを飛ばしてくれてる。次の9時4分からゴールデンベッドタイムだから、みんな気合い入れてね。分かったか？どうしよう。ルカちゃん配信するの珍しい。確かに珍しいかも。あんまやんないね。今はね、大富豪のイベント中なんで。優しい、なんかみんなパスしてくれるわ。優
優しい人たち。大富豪で終われそうです。わーい。ゴールデンベッドタイム始まりましたよ。4分からやります。4分からね。間違えちゃった。10ベッド。今大富豪だよ。確かにね、イベント参加するのね。あんまりね、しないね。今まで大富豪の CM とかも別にやろうと思わなかったし。そう、でも今回はやっぱり名探偵に惹かれましたね。もう一発目からルカのカード、全員ルカのカード。何この可愛い、いっぱい押すとルカのアバターもらえるの？どうしよう。500ポイント投げると SK のアバターがランダムでもらえるよ。あ、そういうこと、ランダムなんだ。出るかにめちゃめちゃ可愛いを送ってくれてるわけね。ランダムは確かにちょっときついね。自分の好きなやつもらえるんだったらあれだけど。
昔のギフちゃんのお酒は取りに行ってないですね。鍾乳洞だっけ、鍾乳洞あってた、鍾乳洞行った時のなんかお酒、二十歳になったら取りに来てみたいなやつ行ってないね。二十歳過ぎたよ、2年経っちゃったよ。あやめろも二十歳になったしね、取りに行かないといけないんだけど。まだあんのかな、ちゃんと。次9分からです。9分から。なんかさ、めっちゃ面白い。もうすぐ始まるね。なんかショールームをさ、こっちの携帯で見てみたのね。そしたらさ、オンラインライブみたいな、なんか見れるじゃん、誰が今なんかやってるかみたいな。48グループの、やっぱ早すぎたのさ。ナオさんがさ出てきてさ、ナオさんなんかもうゲーミングチェアみたいなやつにさ、帽子とマスクでさ喋ってて、どういう状況みたいなどういう状況だよって思いながらちょっと笑っちゃった。あ、そういうことね、メイクしたくないのね。だからこっから下はメイクしないよみたいな。なおさんも昼夜逆転してそうだな。同じ匂いがする。どうしようこれ。いやなんかそろそろさ直さなきゃなって昼夜逆転を思ってるんだけど、なんか結局仕事始まるのが公演からだから、そうなんかまだ時間はあるというか身分、身分いるよ。
身分西ちゃんだけど、カード西ちゃんだけど、これ他はルカってことですか？問いただす。どういうことですか？次は14分からです。でももともとルカ普通の生活もこんな生活だからね。寝るの5時とか4時とかそういう日ばっかりだから、急にこれで仕事を再開しても多分何の支障もないと思う。普段からこういう生活してるから、まあさすがにあれだけどね、こんなその朝8時とかまで起きてるとかはないけど、あとちょっと14分。全然多分仕事再開しても大丈夫。怪我もね全くしないんだよね。体調不良にもなんないから、ほんとよくわかんないルカの体。インフルはなったことあるよ。それは全然ある。でも小学校とかそういう時はねなったことなかったね。 SK 入ってから何回かなったことある気がする。どうしよっかな。どうしよう。いや、いっか。
大富豪、大富豪になったよ。次19分、19分からです。あとちょっと、このさ、ルカ目悪くなったのかな。たまにサトカホとか、今サトカホのカードの人と当たったんだけど、サトカホとか、あとヒメタン、そうヒメタンのカードをこう遠目から見たら、あれこの人ルカ、いや違ったみたいな時がね多いんだよね。視力回復したいな。まだいい方ではあるんだけど、なコンタクトをつけるような悪さではないんだけど、そうまだ裸眼で過ごしてる。裸眼で生活できる程度なんだけど、でもそれでもやっぱね、こうやって大富豪やってると携帯の画面見るでしょ。で普段からゲームが好きだからゲームよくやるし、ゲームも目悪くなるじゃん。一応ブルーライトカットのメガネをつけてやったりとか、やってるけど、でなんかそういう目薬とかも、なんていうの、パソコンとかブルーライトカットに効くやつとかも使ってるけど、でもなんか目悪くなった気がするなって思いながら最近過ごしてる。視力って回復すんのかな。回復させたいんだけど、これなんだ、めちゃかわいいめちゃかわいいっていうやつ送ってくれてる。あ、確かなんかルカはちっちゃい頃にその山、遠くの
山を見るといいみたいな、緑だし遠く見るのいいって言われたから、よく運転中とか、運転中とかその何て言うの、車乗ってる時はずっとこうやって山のてっぺんとか見て遠くのとかやってたね。言われてた、めちゃめちゃあそこ見なさいって、遠く見なさいってめっちゃ言われてた。毎日なんか1時間ぐらいこうやって遠くの山見てようかな、こうやっては24分からです。あとちょっと、さやがルカと渡りたい、ちょっと待って過ぎたコメント見てたら過ぎちゃった。まあ一回やろう。さやがルカと渡りたいけど登場画面見られたくないって言ってた。確かに早く変えてあげたらいいのにね、あれね、まだ研究生のままでしょ。早く変えたらいいのにね、変えたらっていうか変えてあげたらいいのにね、かわいそう。ルカも変えてほしいし、あれなんか漏れてなかった、あれは。うん、さあ当たろうよ。じゃあ別にルカスクショしたりしないし大丈夫だよ、載せたりしないから。だってあれさ、何年前よ、結構前でしょ。2年経ってないか、別に1年。そりゃ変えてほしいわ、みんな。ルカちょっとこれ髪長いからさ、変えてほしいんだよね。ルカなんか、ルカの登場画面なんかさ、ちょっと顔パンパンに見えるから嫌なんだよね。大富豪、大富豪で終わったよ。次29分。貝殻衣装、貝殻衣装いつ撮ったんだろう。なんかもうこれいつ撮影したとか何も覚えてない。いつ撮ったんだろう。
あんま写真撮らないからな、その撮影した時、撮影のあれとか撮らないからさ。あと2分ぐらい、29分まで。あとルカ、このさ、なんていうの、アイコン、アイコン変えてほしいな。ルカだって髪今ショートなのにさ、その時の多分公式写真のやつっていうの、これなんか髪長い時のパターンじゃん、これポニーテールしてるもん。ショートでルカ作ってほしい。誰かわかんないもんね。あと1分。もう遅かな。会えて嬉しい。ね、なんかみんななんかするとさ、アクリルチャームみたいな届くじゃん。よくツイッターにさ報告してくれるからいいねしてるけどさ、誰っていう、あれ全部誰みたいな写真見るけどルカじゃないよね、あれショートバージョンにしてほしいな、どっかのタイミングで。いやー、これどうしよう。難しいな。初めて当たったけど確かに似てないし、名前も書いてないから合ってるか分からないルカの届いたかどうかも分かんないってやつね。おもろ。確かにね、あれ、あれにアクリルチャームは名前書いてないんだ。アクリルチャーム4つ持ってるけどあんた誰の世界面白。いやそうだよね、ルカもなんか思う毎回、みんなこれルカのだって喜んでんのかなって思いながらツイッターとかいいねしてる。早く変えてあげてほしいな。あ、怪獣8号って面白いらしいね。まだ読んだことない、読んでみたいけど。
なんか次に来るアニメみたいな言われてるよね。まだ読んだことない。次、あ、そうだ、大富豪で終わった今。だから次は34分からやります。確かにチェキとかの方がファンの人は嬉しいよね。え、まだ3巻しか出てないの？もっともっとなんかいっぱいあるのかと思ったわ。あと2分ぐらい、約1分か。もう33分になるから。あと30秒ぐらい。あ、また可愛い。ヒロサとずっと可愛いやっとるやん。大丈夫？なんか当たりそう？めっちゃ好きとくとどうしよう。こういう時何のカード出せばいいか分かんない。広里大丈夫？なんか広里消えた？もう諦めちゃった？あ、24人目外れもう広里やめなよ。もう心配になっちゃうわ。また可愛いよ心配になるからもうやめなよ。アイコンじゃない、なんだっけ、アバターって、これこのさ、浮き輪持ってるやつ、浮き輪持って名前ついてるやつ。それ狙ってんのかな。なんか気をつけて、なんかそんな
無理しなくていいからね。推しはなかなか出ない、あるある。ランダムってそうだよね、ランダムってどうしてもね、次、あ、ルカ今大富豪で終わったんで、次3